え皆さんこんにちは。メディアインテリジェンス研究室の西村と申します。本日は私の授業と研究の紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。私たちのこのメディアインテリジェンス研究室っていうのはどういうところかどういうところかと言いますと、音声や画像、動画、自然言語、センサーなどのメディアを活用した認識理解の知的技術によって人と人、人と機械の共同を 豊かなものにするための研究を行っているところです。まあ、キーワードは人と人人と機械ですね。えー、まあ、人と人っていうのはね、我々人間同士ですけど、人と機械っていうのはですね、例えばロボットだったりとかコンピューターですね。とお話ししたいとか、まあ、一緒になんかお仕事したりとか。まあ、そういうとことを考えた、研究を行っています。で、研究の技術的なキーワードは、音声認識、対話システム、音情報処理、自然言語処理。 メディア認識理解、機械学習、インターフェース、ウェブ技術また最近になって教育支援にも取り組んでいますサウンドプログラミング演習というのをま2年生向けにシステム工学部の授業でやっています 何かっていうと名前の通りサウンドプログラミングですね。音を扱うプログラミングを勉強する授業です。であのまあ皆さん音っていうのはね目に見えませんよね。こうやってね空気中目で見えませんよね。まあ、それをですねコンピューターとソフトウェアを使って可視化してやろうと。目に見えるようにしてあげようと。で目に見えるようにできたら次は加工してやろうと。 加工してあげたら、次はそれを音を作ってやろうと合成してやろう人工的に作ってやろうあとその音を認識してやろうコンピューターを使って理解してあげようみたいなことの、えー、まあ基礎的な技術をプログラミングを通じて実際に動くプログラムを作って勉強するのがこのサウンドプラミング演習という授業になっています。 さらに、3年生とかの授業になってくると、HTML5 というものを使ってまあ最、最新のウェブの企画ですけど、HTML5 を使って音声ウェブシステムを作ってみようということをやります。シリとか Google の音声検索みたいな、声で喋ったら答えてくれるウェブシステム、ホームページのウェブシステムを作ってみようということをまあ授業の中でやっています。ちょっとこう体験版サイトっていうのを用意してきました。ここにアドレス書いてあります。このアドレスに、このアドレスを Google Chrome ですね。Google Chrome のブラウザーで えー、開いてみてくださいそうするとこの体験版サイトにアクセスすることができます実際に私もちょっとやってみますので皆さんもちょっと動画をちょっと一時停止しながら、えー、アクセスして試してみてくださいまず使うのはパソコンでお願いしますパソコンはえっ、ー、とノートパソコンですねマイクとスピーカーが付いている内蔵している、まあ、ノートパソコンがいいと思いますマイクが必要ですので、ね、でそのパソコンから Google Chrome 先ほ言った Google の Chrome ブラウザを開きます でこのクログンブラウザに先ほどのアドレスを入力しますそうするとこんな感じでワダニャン「わだにゃんとお話し」という、まあ、サイトが開きますこれちなみに非公式サイトなんでわだにゃん公式じゃないです私が勝手に作ったサイトです、まあ、和歌山大学のマスコットキャラクターであるわだにゃんとまあ音声認識を使って音声対話をしてみようと対話をしてみようというサイトになっています実際にやってみますねこの「始める」っていうボタンを押しますこんにちはこんにちはにゃ あなたは誰。に,ゃんには好きな食べ物は。みかんが大好きだには。で、これはあのさっきも言った通り、非公式サイトだから、声も全然あの適当です。ですから、全然わざわざの、わざわざの本当の声じゃないんですけど。まあ、こんな感じのものを、まあ、授業の中で。 まあこれ本当に授業なんか作るものの一番基本なんですけど、えー、作ってもらって、まあ、音声先ほどの Siri 本,本当はね Siri とか Google の賢いようなシステムを作りたいんですけど、まあ、そこまではちょっと行くのは難しいので、まあ、簡単なこういうおしゃべりするシステムをえ作ってもらうようになって作ってもらう授業をやっています。さっきプログラミングでこれぐらいのもの作るよって話をしたんですけど、まあ、どんぐらいのプログラムプログラム難しいなと思ってる人もいるかもしれませんけどどれぐらいのプログラムでこれぐらいのものを作れるかって話なんですがこれソースコードが見れます。 まあ設計図ですよねソースコードが見れますまあ、こんな感じですなんかこの辺に、ね、質問と答えが書いてあったりするんですけどそんなに大きくないですね、まあ、短いですまあ、こんな簡単なプログラムでまあ、今みたいなま簡単な音声対話を作ることができます もちろんこれあの音声認識だったりとか音声合成しゃべる部分ですね音声合成音を作る部分とかのものはブラックボックスのツールとしても提供されているのでそれを利用し使っているだけだからまあこんな簡単なプログラムで動かすことができるわけなんですがもちろん研究とかもうちょっと大学院とかの研究の社会になってくるとこれ,じゃ許さこれだけではダメでさらにもうこの中身ですね音声認識音声合成の中身についてもいろいろ改良する改善するようなまあさらに難しいちょっと難しいちょっとハイレベルのね内容の研究をしたりもしています。 でちょっとどういう研究を今までやってきたのかについて、まあ、簡単にご紹介したいと思います。まず最初はここに非言語インタラクションのロボットって書いてますけど、まあ、ロボットって言ってますけどこれあのまあ単なるプラスチックの人形です。えー、ビデオを見てください。うん。叩かないで。叩かないで。 撫でて、ごめん。戦わないで。戦わないで。何やねん？何かっていうと、これあのプラスチックのまあ人形ですけど、中身なんか空洞ですよね。で、こんなその中にまあよく見るとですね、口ばしの部分なんですけど、なんかちょっと黒いのが映ってまして、これマイクです。マイク一個だけ入っていますこの人形の中に。 でその人形のマイクを使って叩かれた,りた叩かれたりとか撫でられた時の音を録音してその音の違いを認識コンピューターを使って認識して反応していると叩かれたら怒ったりとか撫でられたら喜んだりとかするような、まあまあ、人形ロボットを作ったという研究ですこれは卒業研究と大学院の修士の研究で実際に学生さんと一緒に作ったものです最初これ実はロボットの研究者の方と共同で研究やってる時にこういうものを作れないかっていう話が出てきて実際に始めたものなんですが ロボットのの研究者の人たちは最初このこういう人形の皮膚のところとか体のところにセンサーですね圧力センサーだったりとかいろいろなんかタッチセンサーとかいろんなセンサーをくっつけてこういたいたりなでられたりっていうことをまあ判断するものを作ろうとしてたんですけどちょっと待ってよと音を使えば特に音でも雑音ですね従来はいらないものとして捨てられてた雑音を使ってあげればそれだけで叩いた撫でられたぐらいなら判別できますよっていうふうに まあ考えてて、まあ、実際に作ってみたたら動いたものですあの非常にあのロボットのの研究者の人からも喜,ば喜んでいただきましたで,あのできるだけシンプルなもので作った方が当然あのまあコスト的にもいいですしあのまあ壊れなかったりとかする壊れにくかったりするますので優れていますので、まあ、今回このそんな高いセンサーとか使わずにたった1個のマイクを使うだけで、まあ、こういうまあ反応できるような新しいインターフェースをまあ提案できたっていうのがこの研究の肝になってきます。 次に、まあ、このロボットの後にスマホアプリ、まあ、皆さん、やっぱスマホアプリ使いますよね、スマホアプリでも、まあ、ちょっと似たようなものを作ったりしています。ビデオを見てください 当然、スマホにはマイクがついてますからそのスマホのマイクを使って周りの音雑音ですね環境音とか言うんですけどその環境音を録音してそれをねクラウドのサーバーに上げてクラウドのサーバー側で認識処理をすることによって今どういう音が周りでなってるかっていうのを判断してこれ画面に出すようなアプリです。さらに最近の卒業研究としてもう一個あるのがこれちょっと話が変わるんですが音声匿名化のための敵対的生成ネットワークを用いた性ス変換っていう研究テーマも最近ありました。 これ何かっていうとうですねあの、ディープラーニングっていうのは皆さん聞いたことがあるかもしれませんがさっきの,その, AI, あの AI 系の技術の、まあ、肝となっている、まあ、一番中心になっているものですがそのディープラーニングの一種である、えー、敵対的生成ネットワーク GAN というものがあるんですがそれとマイクアレイシステムっていうのを組み合わせることによって録音した皆さんの声を匿名化する誰かの知らない人の声に変換してしまうっていうようなことを 実際にできるシステムっていうのを作ったりしています。このマイクアレイシステムっていうのはここの写真にあるように、この丸い円盤状のところにこれ、実際実は一個一個ちっちゃいマイクがついています。このちっちゃいマイクがついてて、これに対してまし喋ると高い品質で声が録音できまして、プランニングの意思であるギャンを使うことによって、まあ,あの誰かの他の人の声に変換するというようなシステムになっています。実際にちょっと変換した声から聞いてみてください。まず、これ男性の声。これはあの普通に録音した音声です。動母子に。 スウェーデン王妃ジョゼフィーヌがいる。これをディープラーニングを使って女性の声に変換します。動物に。スウェーデン王妃ジョゼフィーヌがいる。もうちょっとね、自然性が欲しいんですけれども、全く知らない人の声っていうか、あの、全く存在しない人の声に。まあ、変換できるようなシステムが、まあ。まあ、これ実は大学院の研究として続いてるんですけど、まあ、こういうシステムができつつあり、完成しつつあります。他にも過去の研究としては、こんなものがありまして。 でこの中で、あの、ちょっと赤字で書かれているのが1個ありますよね。これ、音声認識を応用した笑い声の検知システムっていうものなんですが、実際に物をちょっと持ってきたので、ちょっと、あの、持ってきたというか用意してあるので、えっと、見てみてください。こんなもんです。これ、あの、ラズベリーパイっていう非常にちっちゃいコンピューターになってます。ラズベリーパイゼロっていうものです。これ、コンピュータ、これが単独のコンピューターです。この中でプログラマが動いています。で、今、私、あの、喋ってるとですね、この LED が赤く光るの分かりますなんか光ってますよね。ピチピクカーって。 で、ここに緑色の部分がありますよね。これ何かと、これマイクです。これがちっちゃいけど、マイクです。マイク。で、喋るとですね、ピカピカ光ります。こんにちは。あーって。で、これまあ、これはしゃべ普通に喋ってると、こうやってピカピカ光るんですけど、さらにこのシステムは笑い、笑うとですね、ピカーってこのランプが、LED がピカーって光ります。でちょっとやってみますね。<laughs> こんな感じで、ね。光るも分かりました もう一回笑いますね。光 <laughs> りましたね。この中で笑い声をちゃんと判断して判別して、はん、えー、笑い声を見つけてまあ検出した時にはでピカーって光るシステムになっています。で例えばこんな感じでちょっとあの今から言いますけどそのこのちょっと変な笑い方っていうかあの嘘っぽい笑い方、アハハハハハあはははは、これって笑い声にならないですね。本物の笑いじゃないとねならないんですね。あかあの偽物の笑いではダメです。声になっちゃいます。 なんでこんなもんを作ったかっていうとですね、これあの例えば会議だったりとか授業とかで、まあ、授業の中で笑いがある授業ってやっぱりいいと思いません、ね？ね、ずっとずっと。 どんよりしている授業にもちょっと笑いがあったりとかするほうがいいと僕は思ってるんですけど、まあ、こういうあの会議とか、えー、授業の中で笑い合意をまあこうやって検出することによってその中身授業の中身とかの雰囲気とかを可視化すると見える化しようとする時に、まあ、こういうデバイスが使えるんじゃないかなってことで、まあ、学生さんと一緒になってこれも卒業研究と大学院の研究でつく学,生さん学生さんと一緒に作ったものなんですけどこんなものを作ったりとかをしています。えー、以上、えー、西村ででしたたそれじゃあこれこ終わりいいと思います皆さん 새해 복가